で続いても国内の話題です、はいえどうはい、同性との不倫も不抵行為、妻の相手に賠償命令という話題ですえ妻と不倫した女性に夫が損害賠償を請求できるかどうかが争,争われた訴訟で東京地方裁判所が同性同士の性的行為も不抵行為に当たるとして女性に賠償を命じる判決を言い渡したそうですこれまでは婚姻関係にある 男女の一方が同性と不倫をしても、法律上の不貞行為には該当しないとの見解が法律家の間で有力でしたが今回の判決では不貞行為は男女間の行為だけでなく婚姻生活の平和を害するような性的行為も対象になると指摘しており同性同士の行為の結果既存の夫婦生活が離婚の危機にさらされたり形骸化したりする事態も想定されるとして 妻と女性の行為を不抵行為と認定しました原告代理人の弁護士は同性か異性かではなく当事者らの関係性を実質的に考慮してくれた多様な共同生活の形が存在する社会の事態を反映した判決だと評価しているそうですこれに関連するものとして最高裁判所では17日婚姻に準じた事実婚・内縁が 同性カップルの間でも成立するかどうかが争われた慰謝料訴訟の上告審で同性カップル間でも内縁関係が成立するとしましたまず一つ我々が考えなきゃいけないのは日本文化という点でこの、まあ、性の多様化の問題についてどう考えるかは、はい、日本人自身が基本的な概念を作んなきゃいけないんですよ。 今はですねアメリカがこうやってるとかヨーロッパはそうやってるとそれをやりなさいとじゃあアメリカは男女同権ヨーロッパとか男女同権という概念がありますが日本にはもちろんないんですねだって日本は最初から女性が上だからつか女性と男性と区別しないからだから男女同権という思想はないんですね。それからよく靖国忍者に問題になる信教の自由宗教の自由あれは異教徒がある あのヨーロッパアメリカでは中国もそうですけどね日本は異教徒ってのがありませんから何教でも全部 OK ですからね日本の神様はご先祖様と自然であって人とかそういうの入れませんのでねですから靖、えー、国じゃ何でもあの祀ろうと全然関係ないそういうふうにですねあの国っていうのはその国の文化のもとに成立してますのでしたがって、えー、結婚とかそういう話はねやっぱ日本文化 日本文化っていうのは女性が家を守り男性と一緒に生活し子供を産みそれに対して社会はその夫婦を評価するという考えですね。えっ、ー、と、考えってというのがあるのが、えー、日本を含めた7か国しかもほとんど半分ぐらいは日本の影響を受けた国で、えー、ヨーロッパアメリカは戸籍ありません。戸籍ありませんってことはこれは別に戸籍なくたっていいけど戸籍がない国っていうのは子供を中心にものを考えてないんですよ。 日本は子供とか祖先とかかいう繋がりでものを考えるから戸籍っていうのがあるわけです、ね、ですすねからだからもちろん戸籍を作るってことは夫婦別姓もダメなんですねつまり別に夫のせい妻のせいとかそういうケチくさいことを言ってるわけじゃなくて昔からもほとんど夫のせいと妻のせいは半々だったわけですからねつまり入り婿と嫁ぐっていうのが女性のバランスが崩れてるわけだから必ずそういうことになってたわけですよ。例えば件件あっったらこっちの3件は 男ががいるるので嫁が入りにするこっちの三権はあの女しかいないから向こう入りするで姓はこっちは男のせこっちは女のせいですからもう日本は全然そういうものにこだわらずにやっぱりもう何て言うかなやっぱり人生というのはこの場合はですねと女友達とケーキを食べただけだったら大丈夫だと思うんですよ。ね とところが女友達と一緒にセックスをしたらセックスはできませんけどねあの構造上できないけどセックス類似のことをやったらやっぱり夫,夫婦生活は破綻と見ていいでしょうね。ですから当然こういうい判決になるということですね。それでもう一つはですねその日本は、まあ、昔から日本にもあのホモっていうか武士の世界では、えー、若い男性を武将が囲うっていうこともありましたからどの国でもそういうことはあるんですけども。 それは異常なことでであるっていう意識ですねやっぱり人間は子供を産むっていうことが非常に大切なことで子供を産んでか家庭を作るそうしなきゃね日本人にあのねよくわかっあのこんな単純なことみんな分かってないんですよ。子供を産まないとセックスがないと子供たちがいないってなんで文ンさんみんな分かんないんですかね,ねだかからなんか そのことを軽く見るわけですよだけど日本人にね子供がいなかったらね僕なんかもちろん働きませんよ子供とか自分の子供とか自分の孫じゃなくて自分の子供自分の孫がいなくても日本人に子供と孫がいなかったらね生きてたってしょうがないですよつまりもう人間というものが存在する根本がセックスなんですから何もねそれだとそれだけど隠しとくもんなんですよで人間には隠しとくものとか表に出すものとかあってね そんなのはねあ,あのこそれはね僕は孫は下の孫なんて女の子ですごくちっちゃいんですよあのちっちゃいねなんか幼稚園みたいなとこに通ってるね子でもねやっぱりうんことかおしっこは恥ずかしいんですよ、ね、だから人間というのはもう備わったある生物としてのあれがあるわけだからそれから外れてくるのもあるけどそれはねあのそっとしてくれてくれって言うんですね 非常に異常になったこの異常な精神というのはヨーロッパあれが男が女を所有するっていうその基本文化があって日本と全然違いますからその悪しき男が女を所有するという悪しき文明から出てるわけだからそんなのはだら押しありませんね。うん、はい、はい ではこの同性同士の結婚はどうかということについてもこういった判決がありましてこの話題ですえ同性婚に関して札幌地裁で初判断ということなんですけれどもえ同性同士の法律婚を認めないのは婚姻の自由などを保障した憲法に反するとして北海道内のカップル3組6人が慰謝料約100万円の支払いを国に求めた訴訟があり 原告は男性同士2組、女性同士1組で、2019年2月自治体に提出した婚姻届が受理されず、精神的苦痛を受けたとして意見判断を求めて全国の同性カップルとともに一斉提訴しましたという話ですそうですね。これもあの、はい、アメリカとかヨーロッパにただあの騙されてるだけでね。うん、あの日本日本国っていうのは婚姻っていうのを大切にしてちゃんと三三組でやったりなんかするのはね。うん 子子供が子供がを保護ししよようとしてるんですよ社会は <laughs> 別にその男女を保護しようとしてるまあそれもあるけどね、えー、主にはやっぱり次世代を作っていくその社会システムを整えるってことなんですね、うん、ですから婚姻の範囲に入りませんよ男同士とか女同士は婚姻の範囲に入りません私が年取ってるからじゃありません皆さん日本の歴史をちゃんと勉強してくださいってことです,その問題とですよ。それはそれれはでででいいんですですから 現在の婚姻制度はあくまでも裁判所も男と女で子供を作ることを前提としてのもしくは家庭を作ることを前提としてのものじゃなくちゃ僕は認めてもらっちゃ困ります。だけど男同士女同士で結婚生活のような共同生活を送りたいというのであれば子ができないから子ができないものを社会でどう保護するかつまり 結婚を認めててててくくれれっっは社会でで保護してくれってことですから別に保護してくれなかったら今だって男友達同士女友達同士っているわけですからねそれを保護してくれっていうのは何らかその戸籍を作ってくれっつってるわけでしょ言ってみればだから戸籍を作ってくれっていうのは別にあのヨーロッパなんか全部戸籍ないわけですからだから戸籍のない国の何て言うかな同性愛結婚の例を持ち出して。 戸籍のある国に頑張ったってしょうがないんですよ。それ日本は戸籍のあるってことが欠点もあるしいい点もあってね。それであん日本人がねやっぱりね何しろ10万人あたりの殺人件数ってのはもう日本が最低なんですよ。そういった安全な生活を我々なんでね享受できてるかっつったらやっぱりしっかりした家があり家庭があり子供がいて子供を中心に夫婦両性一緒のせいでやってそして 友達付き合い家庭の隣近所も付き合いしてそしてコミュニティを作ってそして安全も保ってレベルも保ってるわけですから差別もないだから一個だけ取り上げてねまあだけどこの頃ね裁判官がねなんだかね法律の勉強ばかりしてんですよ。全然あの余裕がないからね日本文化とかねそういう勉強してないからねまあ変な判断。もう一つの手は医学的にね 女の心を持ってる男がいたらやっぱり覚え切て全部手術ですね子供を産めるようにえもう子宮も作って胎盤も作って全部それでおっぱいも出るようにしてそうならまあいいかなっていう感じでそれはもう医学の方で頑張ってもらおうってことでしょうねええー、まあ,あの本人は辛いんですよ男の格好して女の気持ち持ってるからすごく辛いんですよ。うん、そのののの辛さをあの今今制制制度度度中に入れるなって言うんでですよ僕今の制度は制度でいいから あのもう一つ制度作ってその制度でえまあ性転換手術を補助するとかな,んかなんかよく分かりませんかそこは専門家がやってねお互いに平和にいかないとこっちにあの男と女の子供を作るところに入ってきてねそれでぐちゃぐちゃになるとそれはもう非常に大きな社会的問題になりますからねでは続いてはこちらの話題です、うん。うん